本日、京都大学を卒業される2803名の皆さん、誠におめでとうございます。ご来賓の松本博史前総長、列席の理事、副学長、学部長、部局長をはじめとする教職員一同とともに、皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げます。あわせて今日の卒業式を迎えるまでのご家族及び関係者の皆様よりいただいた数々の熱いご支援に対し、心より御礼申し上げます。京都大学が1897年に創立され、1900年に第1回の卒業式を迎えて以来、118年にわたる京都大学の卒業生の数は、皆さんを含めて19万9782名になりました。さて、本日はぜひ皆さんが入学した頃のことを思い出してください。高校で優秀な成績を収められ、厳しい受験戦争を勝ち抜いて入学した皆さんは、京都大学にどんな期待や夢を抱いていたでしょうか。今日、今日卒業式を迎えるまでの数年間、それは叶えられたでしょうか。それとも、その夢は大きく変貌を遂げたのでしょうか。そして、皆さんがこれから歩んでいこうとされる道は、その頃の夢とどうつながっているのでしょうか。今からちょうど45年前の1970年に、私も京都大学に入学しました。その時の夢は、漠然とこの広い宇宙の仕組みを解いてみたいということでした。当時は大学紛争が激化した年で、東京で高校生活を送っていた私もその影響を強く受けました。日本の政治が大きな曲がり角に差し掛かっているときに、それを無視してのこほんと受験勉強に鬱を抜かしていていいのかという声があちこちから立ち上がり、市民集会や街頭デモに参加したりしました。大学で進学することを自ら拒否した仲間もおります。しかし、私は今目の前にある世界よりももっと大きく深い世界を知りたいと思いました。政治に翻弄される日常の世界に踏みとどまるよりも、未来に出会うであろう世界を構想するためには、自分の頭の中にある時間と空間を思い切り広げてみなければならないと感じたのです。京都大学はそれを実現させてくれる学問の都に思いました。そして私の夢は京都大学の在学中に大きく変貌し、今に至っています。しかし、その夢の本質は変わることなく、部分的に叶えられたと思っております。開学以来、京都大学は対話を根幹とした自由の学部を伝統にしています。私が入学した年は、まだ学生たちがキャンパス内を占拠し、入学式もままならない状況でした。授業もボイコットされたり中止になったりしましたが、教員と学生との対話は今よりも頻繁でした。学生たちも自主ゼミを開いて、自らテーマを掲げて必要な文献を持ち寄り、議論を交わしていました。学生たちは分野の壁を乗り越えて集い、時にはキャンパスを出て吉田山や鴨川、丸山公園や酒場に議論の場を求めました。その中で既存の考えを読み直し、多くの面白い発想や新しい考えが育っていったと思います。現在の京都大学総合博物館の前身である陳列館も、戦前は教官と学生、教官相互の自由な交流の場でした。昨年発行された学問の礎を受け継ぐと題した
京都大学総合博物館の冊子には、この陳列館の様子が、下駄箱があった地下室には、和服に下駄でやってくる教官たちが必ず立ち寄り、そこで談論を発、学問上の諸問題からゴシップの類まで、類まで、学生を交えて賑やかで豊かな時間があったという、と記されております。ところで、談論風発とは一体どんな様子を指しているのでしょうか。明治時代にジャン・ジャック・ルソーの思想を日本に紹介し、自由民権運動を展開した中井長民、1887年に出した山水人競輪問答という著作があります。ここには3人の論客が登場し、酒を酌み交わしながら日本の国際戦略を論じるのです。一人は洋博紳士と呼ばれる西洋の近代思想を擁護する論客。もう一人は、かすりの和服を着た豪傑君と呼ばれる宗師。そして、お酒の大好きな南海先生です。洋博紳士は、武装をさながらに、自由、平等、博愛の三原則の確立を説き、軍備の撤廃を主張します。人間は世界同胞たるもの、万一強国に侵略されても、道義を持っている二人では、他の列強は放置するはずがないと言います。いや、それは学者の所詮の議論であると、豪傑君は反論します。現実の世界は弱肉強食、国家間の戦争は避けることができない。侵略を甘受せずに、軍備を整えて大陸の大国に立ち向かうべしと主張します。南海先生は、その二人の間に割って入ります。双方の説は極端で、机上の空論には過去の幻に過ぎない。国内においては立憲の制度を設けて人民の権利を守り、世界に対しては各国の民主勢力と連携を図り、武力を振るってはならないと説きます。洋博紳士も、豪傑君も、南海先生の議論の平凡さに呆れ返るのですが、南海先生は、国家100年の体系を議論するのに、奇抜な発想などできるはずがないと言って、頑として譲りません。この三水人は、それぞれ中井長民の分身と言われるのですが、長民は三人問答の形式を取って、議論の向かうべき道を示したと言ってよいでしょう。京都大学にも、この問答形式を利用して論を展開した先駆者がいます。米朝理学という新しい学問を作った今西錦司です。1964年に理学部にできた人類学教室の初代教授で、私は6代目の教授を務めました。今西先生が1952年に出した著作に、人間性の進化という論考があります。これは進化論者と人間、猿、蜂が登場して、それぞれ意見を述べ合うという形式になっております。本能に対峙する概念として、文化よりもっと広い、感知話という用語を適用し、動物にも人間にも感知話が認められるかどうか、それぞれの立場から論じたものです。それまで人間だけに求められるとされてきた現象を動物に見られるものに置き換えてみれば違った解釈が可能だということを会話を通じて明らかにしていきます。例えば、本能によって生活している動物はその行動の目的を知らないが、カルチュアによって生活している人間はいちいちその行動の目的を知っている。ここに動物と人間の違いを認めようという考えが一般に付くしているが、どう思うかと進化論者が問いかけます。すると猿は、
チンパンジーは天井から吊り下げられたバナナを取るために箱を積み重ねるのだから、目的を分かって行動していると反論します。これに対して人間は目的ではなくゴールに到達しようとして行動し努力するのが人間だと言い返します。蜂は狩人蜂が獲物を穴蔵の奥にしまい込んで卵を産みつけるのは幼生とその食物の安全さを確保するために予想して行動したように思える。ただしこれは本能であってカルチュアとは言えないと主張します。大変面白く読んでいて思わず突っ込まれてしまう文句で、いかに私たちが勝手に人間の行動を特別しているかが浮かび上がってきます。こういったさまざまな視点に立った議論を私が所属していた人類学教室では危機として行うのが伝統で、それは今も守られております。今日卒業する皆さんもこのように自由闊達な議論を味わってきたと思います。その議論と学友たちはこれからの皆さんの生きる世界で大変貴重な財産になるでしょう。京都大学には創造の精神を尊ぶ伝統があります。まだ誰もやったことのない未知の境地を切り開くことこそが京都大学の誇るべきチャレンジ精神です。その精神に基づいて顕著な活躍をした学生を称えるため総長賞が設けられています。今年度は11人の学生が総長賞を受賞しました。その中には今年卒業する工学部の田中理介君も含まれています。田中君は学業に勤しみ卒業研究に励む中、野球部の代表的ピッチャーとして京都大学の勝利に貢献しロッテ球団に指名を受けてプロの道に進むことになりました。京都大学としては初めてのプロ野球界への挑戦です。きっと10代のプロ野球選手には何能力を発揮して活躍してくれるだろうと期待しています。田中君ばかりでなく今日卒業する皆さんもさまざまな突出する能力を身につけ、すでにそれを発揮して活躍している方も多いだろうと思います。京都大学で磨いた能力を示し試す機会がこれからはきっと多くなることでしょう。しかし忘れてはならないことは自分と考えの違う人の意見をしっかりと聞くことです。しかも複数の人の意思を意見を踏まえ直面している課題に最終的に自分の判断を下して立ち向かうことが必要です。自分を支持してくれる人の意見ばかりを聞いていればやがては裸の王様になって判断は鈍ります。この時京都大学で培った対話を根幹とした自由の学風がきっと役に立つはずです。京都大学は地球社会の調和ある共存を達成すべき大きなテーマとして掲げてきました。現代はこの調和が崩れ宗教観、民族観の対立が激化して多様な考えを持つ人々の共存が危うくなっている時代です。皆さんもこれから世界のあちこちでこのテーマに抵触する事態に出会うことでしょう。その時京都大学の自由な討論の精神を発揮して果敢に課題に向き合ってほしいと思います。皆さんがこれから示す振る舞いの行動は京都大学の OB、OG として世間の注目を浴び皆さんの後に続く在校生たちの指針となるでしょう。これから皆さんの進む道は大きく分かれています。しかし将来それは再び交差することがあるはずです。その時に京都大学の卒業生として誇れる出会いをしていただけることを私は切に願っております。本日は誠におめでとうございます。平成27年3月26日京都大学総長山際淳一。